第一次セバーヨス遠征は7年戦争中の1762年9月から1763年4月まで、リオデラ・プラタ総督、ペドロ・アントニオでセバーヨス率いるスペイン軍による、ポルトガル領のバンダ・オリエンタルへの侵攻。侵攻はスペインによる、ポルトガル侵攻での大敗に続いて行われた。スペイン軍は、ポルトガル領のコロニア・ド・サクラメントとリオ・グランデ・ド・スルを、征服、破れた。 イギリス・ポルトガル連合軍は降伏して撤退した。スペインは1763年のパリ条約までコロニア・ド・サクラメントを保持し、一方、リオグランデ・ド・スルは数年後にポルトガルにより再征服された。この遠征はスペインがポルトガル侵攻、マニラの戦い、ハバナの戦い、続いてブラジル北部と中部で連続して大敗した中、唯一勝利した戦闘であった。 1761年の第三次家族協約により、スペインは1762年1月にフランスに味方してイギリスに宣戦線布告、七年戦争に参戦した。計画ではそれまで中立国でありながら、経済的にはイギリスの同盟国であったポルトガルを攻撃する予定で、5月5日にはポルトガル本土への侵攻を開始した。 新大陸でもコロニアデルサクラメントやグアポレ、カワウガンなどポルトガルとの係争地の占領を目指した。1762年1月、カルロス・ホセデ・サリア率いるフリゲートのビクトリアは、カディスを出港して、ブエノスアイレスへ向かい、リオデラ・プラタ総督、ペドロ・アントニオでセバーヨスに、サクラメント攻撃の命令書を出航した。セバーヨスは、準備を、始め、 9月までに人員と艦船を用意した。艦隊はラプラタ川を進め、9月14日に軍を上陸させた。27日にインディアンが加勢し、スペインの軍勢は4000人近くに膨れ上がった。サクラメントの包囲は10月5日に始まった。陸軍の司令官セバーヨスと海軍のサリアの関係は悪かった。陸軍が上陸した後、サリアはセバーヨスの許可なく、 艦船16隻と共に、ブエノスアイレスへ引き返した。しかし、スペインにとって幸運なことに、ポルトガル軍は全く準備しておらず、守備軍は、不評400人と非正規軍367人しかいなかった。このため、サクラメント総督ビセンテダ・シルバは10月31日に降伏した。1762年のコロニアデル・サクラメントの地図。 イギリスはスペインに戦線復刻したが、南アメリカでの戦闘には関与しなかった。一方でイギリス東インド会社は、南アメリカのスペイン植民地の征服に乗り出し、海軍本部から古い戦艦2隻を借りた。60門戦列艦ロードクライブと40門フリゲートのアンバスケードだった。ロバート・マックダウ率いる、この召喚隊は8月30日にリスボンを出港。 リオデジャネイロで38門フリゲートのグロリアを含む戦艦2隻、倉庫戦合隻、不評500と合流した。11月2日、艦隊はリオデジャネイロを出港してラプラタ川へ向かい、ブエノスアイレスとモンテビデオを攻撃しようとしたが、いずれもスペイン軍によって固く守備されていたため、諦めた。1763年1月6日、マックダウは、 コロニアデルサクラメントの脱回を決定した。艦隊はサクラメントの近くで停泊して砲撃を開始したが予想以上の反撃を喰らい3時間の砲撃の後ロードクライブは炎上して沈没、マックダウを含む272人が死亡した。アンバスケードとグロリアもひどく損傷して撤退した。しかしスペイン軍も無傷で済んだわけではなかった。 イギリス・ポルトガル艦隊が到着すると、ビクトリア、サンタクルーズ、サンセノンの3隻はすぐさま近くのサンガブリエル島に逃げ、ビクトリアを逮捕とか役と共に自陳させた。自陳を指揮した艦隊の主艦たちはすぐに逮捕され、1766年の軍法会議でその臆病さを求断された。セバーヨスはサクラメントを保持したまま、1763年春に、 東へ軍を進め、今日の注意の近くにあり、守備軍が400人しかいなかったサンテレサ要塞を攻撃4月19日に降伏させた。その数日後、これも守備軍30人と手薄なサンミゲル要塞を占領した。4月、セバーヨスはさらにサンペドラの州と呼ばれる領土を征服した。ここでもポルトガル軍の守備は手薄で、正規軍と民兵を足して、 計千人しかいなかった。中でもサンジョゼド・ノルティト首都市とのリオグランデは放棄され、無抵抗で占領された。ここでセバーヨスのもに、和役締結の知らせが届いた。しかし、リオグランデドスルで、ポルトガル領に残った小さな領土を奪取しようとした試みはスペインが1763年1月1日のサンタバーバラの戦いで敗北したことで失敗に終わった。この戦闘では、 ポルトガルの隆起兵230人がミシオネスオリエンタレースから増援に来たスペイン軍のスペイン人500人とインディアン2000人に奇襲攻撃して大砲7門、牛9戦闘と馬5戦闘を露革した。7年戦争においてスペインはセバーヨスの遠征では勝利したがそれ以外の戦役ではすべて敗北した。スペインの歴史家。 マヌエル・フェルナンデス・アルバレスはこう記述した。1762年1月、スペインはイングランドと開戦した。しかし、その結果は予想とだいぶ違った。結果、ハバナとマニラを失い、一方我が軍は対ポルトガルの不幸な陸上戦を戦った。ただ一つ、ウルグアイの方で、 ペドロセバーヨスがコロニア・デルサクラメントを征服したことがスペインにとっていい出来事であったが、戦争を終わらせた競技には何だ影響を与えられなかった。エスパーニャ・ワイロス・エスポニオレイス、エンドスティエンポス・モデルノス・コロニア、デルサクラメントやその近くの領土は1763年のパリ条約までスペインが保持し、その後はポルトガルに返還された。 リオグランデドスルは数年後にポルトガルに再征服された。ゲンウルグアイ領にあるサンミゲル要塞とサンタテレサ要塞のみがスペイン領に残った。パリ条約に署名したスペインはコロニアデルサクラメントをポルトガルに返還したがリオグランデドスルは返還しなかった。このようにしてスペインとポルトガルは1763年以降静かなる戦争と呼ばれる戦線復刻なき戦争に 突入した。同年に、ポルトガル政府が、リオグランデで非正規な戦闘を行う秘密命令を、下したためであった。この紛争は1777年まで続き、第2次セバーイオス遠征が成功したことで、両国は、第1次産イルデフォンソ条約の調印に踏み切った。戦争の結果は、ポルトガルが1776年に、ブラジル南部のリオグランデドすると北部のロライマを、 征服し、1777年に、スペイン戦産アウグスティンを軍勢550と共に打破した一方、スペインのコロニアデルサクラメントと、ブラジル南部のサンタカタリナ島の征服を確定させた。コロニアデルサクラメントとサンタカタリナ島の征服は、両方とも1777年の第二次セバーヨス、遠征によるものだった。ありがとうございます。